セクシーゾーン中島健人最高のバディヒラの仕様へのメッセージに反響なく胸熱。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。人気グループスクシゾーンへの中島健人が22日自身のインスタグラムを更新。この日をもってキング。 リンチを脱退するとともにジャニーズ事務所を退除する平野仕様に向けてメッセージを送るとともにに、ショットを多数投稿し反響を呼んでいるアーデイル。中島と平野は2020年放送の日本テレビ系ドラマ、末光警察ミッドナイトランナーで W 主演した間柄。警察学校を舞台にしたストーリーでバディを組み、中島は本魔界、平野は一ノ瀬次郎を演じた。 中島はインスタグラム1 0枚のツーショットを添え、最高のバディーへ、どこまでも、いつまでも応援してる、とメッセージ。ジロちゃん困ったら言って、な、と役名で呼びかけそして COM 捨てよかったよ。中島健人と本魔界より、と、19日放送のテレビ朝日系、ミュージックステーションを見ていたことも明かした。また、英文でも、どこへ行っても、何をしていても、 先輩としてではなく相棒として応援していることを忘れないでね、とメッセージを送った。前日には主演ドラマ、映画、黒崎くんの言いなりになんてならない、で共演した岸優太との写真も投稿している。ネットでは、ケンティー、泣くよ。ケンティーの愛がデカすぎる。 ケンティーのインスタ胸熱ケンティーのインスタに泣いちゃったなんて素敵な先輩なのいつまでも一生のバディーでいてねと反響が広がっている。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。